お、早いね。早いな。あ、こんばんは、イリスさん。今はね。お、エリカちゃん、お疲れ。俺の声って聞こえてんのかな？聞こえてる？聞こえてますか、僕の声。なんかね、朝からずーっと鼻水が出てやばい。お薬飲まなきゃ。鼻水用の。聞こえてますか？手をね、手をいっぱいいっぱい離して、これ。手いっぱいいっぱい離して。こんな感じ。ツイキャス。ああ。今ね、もう本当、今ね、刑務所に行ってたんです。ハワイの。空港の近くにある刑務所に私今行ってまして、刑務所で、初の刑務所、留置所には行ったことあるんですけどね、刑務所には初めて行きました。まあ、僕が入ったわけではないんですけど、知り合いの方を、留置所から出す、あ、留置所じゃない、刑務所から出すっていう作業に、付き合わされ、保釈金が、150、日本円でいうと150万円ぐらいの保釈金を出すっていう。で、びっくり。でもなんか前、誰だ？テレビで、有名人誰だったっけ？あの人の保釈金はいくらだったっけ？1000万円だったっけ？3000万円かそれぐらいでしたよね。誰だ？あの人、誰だ、名前思い出せない、あのアーティストの、それに比べたら安いけど、でも高いよね、150万。ただ保釈金は日本はどうなのか分かんないけども、ちゃんと裁判所に行けば、まあ、あれですよ、アーティスト。誰だったっけ。ほら、布袋じゃなくて、小室ファミリー、小室さんでしたっけ、名前。あいつなんか保釈金が1000万とか3000万とかだったような気がする。違いましたっけ？あれってあれかな、その人の収入によってあれ違うんでしたっけ？なんかそんな気がする。今日ね、本当ね、僕ね、何も食べて、ま、哲也、小室哲也、あ、そうだわ、小室哲也か。今日ね、まだ何も食べてないんで、今ね、ちょっと近くで降りたんで、どうしようかな、なんて思ってます。どうしよう。セブンイレブンに行って、まずい飯を買うか。今、近くの、いつも前よく行ってた、フォーが美味しいところ、もう目の前。ここで持ち帰りでフォーを頼むかっていう方法もあるけど、家帰ったら食べ物ないしな、なんか買って帰るか。セブンに行きたいと思う。フォーの美味しいところ、多分エリカちゃんも。あ、こんばんは、エイジさん。ここほら。わかる？ここがね、めちゃくちゃ美味しい。僕がハワイでは一番美味しいと思ってる
方のお店、そう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 、ネズミのお店です。今日はマジで疲れたね。まだ家に帰ってないんですよ一度も。刑務所行って空港行ってなんかチケットの手配してとかね、本当にね連れ回されました。で今からあビビちゃんが、ビビちゃんが待ってるわ。今ちょっともうとりあえずセブン行ってご飯買います。これ何だっけ、今大体僕はどこ歩いてるか分かるでしょ、知ってる人だと大体わかるんじゃないですか。はい、この店、これこのお店ね超人多いんですよ、いつもびっくりするぐらい。なぜかなんか何料理かわかんないけどめちゃめちゃ多いね。今からちょっとセブンに行ってご飯買います。ちょっと今携帯電話を一瞬携帯に入れますね、お金を数えるんで。OK、 じゃあね今からね、セブンイレブンに入っちゃいます。もう本当に遅いわ、こんな時間、もう電池もないし。これとこれとね、セブンももうあらセブンももうあれだわ、
なんかね、風なんですかね、多分ね、風じゃなくて、おそらく、あの、多分ね、アレルギーだと思います。ちょっと半端ない。今日の僕の、晩ご飯はセブンイレブンで買ったフォーと、なんか卵とソーセージとなんか乗ったやつ、弁当、それをちゃんと食べます。やばい。あ、今ね、ハワイ？バービスムーンかな？バーミスムーン？だったかな？ちょっと忘れちゃったけど、まあ、フルムーンなんですけど、さっき動画一瞬上げちゃったんですけど、正確な情報じゃなかったんで消しましたって、後で聞いたら、ハービスムーンって言うそうです。それがね、めちゃめちゃでかい満月で映ってます。そのハービスムーンが今目の前にあるのでお見せしちゃいます。わかるかな、ハービスムーン。ほら、あれ、あ、これカメラ逆にした方がいいか。あ、なにこれ、わかんないな、これ。あ、わかんないな、これ見えないね。ブルームーン、へえ。僕は聞いたのはね、ハービスムーンって言ってた。あれ、ほら、わかりますか？ライトでどれかちょっとわかんない、あの、ちょっと白っぽい光のやつがそうです。あれが、ハービスムーンってさっき言ってた。あ、またネズミのとこ来ましたよ。ネズミ、ネズミのとこ、はい、ハービスムーン。ダメだ、もう今何時、8時か。もうこれやばいな、この時間に、この時間に家に帰ってなかったら俺寝る時間遅れるから、多分もう明日一日でしょう。え、あれは、フォーは、フォー美味しくなかった。まあまあ、ああ、ビビちゃんが、ビビちゃんが、もうやっぱ美味しかったでしょう。美味しいよね、あそこのね、フォーね。じゃあ、私自宅に着きましたので、ツイキャスはこれで終わりです。それではエリカちゃん、あ、それはよかった。自転車二輪さん、エイジ牧野さん、以上か。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。それではまた。疲れた、疲れた。帰ってきた、これ。こちら、すごい、すごい車を最後に見せます。すごい車。うちのビルにね、はい、また、すごい、すごい。刑事ドラマの見過ぎなのか、見てこれ、シルバーで、このバイク。以上。